超音波洗浄機は20から 50kHz 程度の超音波を用いて洗浄する器具である。超音波洗浄機は宝石、レンズなどの光学製品、コイン、時計、歯科及び外科治療で使われる器具、万年筆、機械部品、電子機器などの洗浄に用いられる。宝石の加工、時計工場、携帯電話の修理などで日常的に使われている。 超音波洗浄機では、洗浄する物体を容器に入れ、超音波を伝導する液体に洗浄する物体を、浸す。水で洗浄する場合は、表面張力を打ち消すために、海面活性剤を入れる。超音波を発生させる装置は器具に内蔵されているか、液体中に入れて使う場合もある。超音波は、電子的に発生させる。洗浄のメカニズムは、 微細な泡の発生と破裂に伴うエネルギーによるものであり、泡が破裂すると物体の表面から汚れが浮き上がる。超音波の周波数がより高いほど泡の発生するポイントが多くなり、より高精度の洗浄ができる。発生する泡は1万度にも達し、1平方センチメートルあたり3.5トンにも達することもあるが、汚れの除去が主たる結果であるように、 とても小さいものである。また、溶解しにくい溶質を溶解させる際に容器を洗浄機内につけて、超音波により迅速に溶解させたり、有機合成を行う際に溶質と溶媒の入った容器をつけて、反応を促進させるという仕様も可能である。工業的に使われる超音波洗浄機は、自動車、スポーツ用品、印刷、開示、医療、製薬、電気メッキ、 技術開発、軍事産業などに使われる。家庭用のものも販売されていて、容易に入手できる。日本では、電波法に有効公衆波利用設備に該当し、出力が 50W を超えるものについて従前は、公衆波利用設備許可状を応用したが、1983年に、郵政省の形式指定制度の対象となり、許可状は、不要となった。 さらに1985年には形式確認制度に移行した微振動洗浄機がある。これは小型のものであれば乾電池で模型用モーターを回転させその振動で洗浄するシンプルなもので安価である。使い方の容量は超音波洗浄機とほぼ同じである。一部で微振動洗浄機を超音波洗浄機として虚偽に販売している商品があるので、 購入には注意されたい。ありがとうございます。